こんばんは。今回は私もフィッシング YouTuber やってみたいんですという方がですね、結構、たくさんいらっしゃるということが分かりまして、そういった方々が、主に質問してくる内容が、どんなカメラを使って撮影していらっしゃるんですかということが多いですので、今回は私がどのカメラを使ってどのように撮影しているのかというのをお伝えしていきたいと思います。まず使用しているカメラですが、こちらの、パナソニックの HXA1H という製品のカメラを使って撮影しています。なぜこのカメラを使っているのかと言いますと、このカメラね、ここに IR って書いてますよね。これね、夜真っ暗闇でも、こういうね、赤外線用のライトがあればバッチリ撮影できるんですよ。で、もちろんまあ、こっちの、レンズに変えることによって日中に撮影することもできるので、私みたいにメバルとかね、アジを釣る場合、夜が多いじゃないですか。そういう夜釣りをやってもバッチリ撮影できるということで、このカメラを使って撮影しています。ただし、このカメラの最大の弱点が、バッテリーが1時間持つか持たないかという短さなんですよ。これね、釣りやってる分に関してはこの1時間ってちょっとね、短いですよね。もう釣り場についてもういきなり入れ食いやったらいいんですけども、なかなかそうはいかないと思います。もう1時間過ぎてからアジが急に釣り出したとかいうことは十分ありますので、そこで私はこのバッテリーを別途購入しまして、これですね、それを、ここにつけながら撮影しています。こんな感じですね。で、これをポケットに入れて、撮影すると。で、ここに三脚がありますけど、この三脚プラスこの、別売りしている何でしょうね、VWTMA1 というこの、オプションを買いまして、ここに、セットします。で、さっきのこのライトもつけます。この状態で、撮影すると夜のメバルとかでも十分映すことができるというわけですね。それで実際に釣りしているときは、この三脚の足の部分を、例えばフリースとかジャンバーの、チャックの内側にこの足を入れて落ちないようにして撮影するんですね。するとちょうどこの手元のロッドとリールを巻いているところが映るんですよ。それで割と、見ていただいても分かりやすいような動画を撮影することができています。で、このカメラの値段なんですけど、私が購入した時は 29,800 円だったんですよ。ですが今アマゾン見たら、まあ楽天とかでもそうなんですけど、だいたい2万円前後で売ってますね。もうヤフオクで中古とか見たらもっと安く売ってます。ですので、まあちょっとね、お小遣いにゆとりがある方はこのカメラでいけるんじゃないかなと思います。またね、別にこのカメラを買わなくても、スマートフォンとか、まあ古いデジカメでもなんとか撮影できますので、まずね、そういうので
試しにやってから本格的にこういうのをね購入してやってみるっていうのも一つの選択肢ではないかなと思います。カメラのね説明は以上となりますけど、私個人的にはフィッシング YouTuber どんどん増えてほしいなと思っております。まあそんなことしたらね、いやリュウジさんのライバルがどんどん増えるんじゃないですかとか思うかもしれませんが、そういう次元の話じゃないんですね。どんどんね、フィッシング YouTuber が増えることが、この釣り業界、釣りの世界が、どんどん活性化していくんじゃないかなと思ってるんですよ。で、もちろんね、そのプロの方とか、メーカーの方が、動画とか撮って、YouTube にアップされてるのあるじゃないですか。もちろんあれを見て勉強にもなるんですけども、一般の方が動画を撮られてるそれを見るっていうのもねものすごい勉強になるんですよ。ああなるほどこんなやり方があるんだなとかね。ですので、ぜひねちょっとでも YouTube やってみたいなと思っていらっしゃる方がいれば始めてみていただきたいなと思っています。そして動画撮るとね、より一層腕が上達すると思います。どういうことかと言いますと、例えばね、でかい魚がヒットするじゃないですか。で、釣れるでしょ？でね、後でね、そのね、でかい魚がヒットした瞬間を思い出そうと思っても、結構ね、忘れてる時があるんですよ。あれ？どうやったかな？あそこに通した時にヒットしたんやったかな、もしくは違うとこやったかな、もしくはなんかね、そのフォールさせる時に来たのか、もしくは跳ねさせた時に来たのかとかね、結構ね意外と覚えてないんですよ。でも動画を見ると、ああそうやったそうやった、この時に釣れたんやってね思い出すことになりますので、その自分が釣れた結果を再確認することができるんですよ。これすごいと思いません？意外とね、ヒットした瞬間ね、あやふやにしか覚えてないんですよ。それがちゃんと明確に見直すことができる。これだけでもすごいことなんですよ。ですので、まあそうね、釣り業界が盛り上がるとか、そういうのは、まあ一旦置いといて、まずはね、ご自身が釣りのテクニックが上達するということも、まずね、考えて、されてみてはいかがでしょうか。あとね、やってみたいけど、ろくに大きい魚釣れないし、もうアップするのが恥ずかしいんですっていう方もね、いると思います。ですが、そんなんね、全く気にしなくていいと思いますね。で、私の初期の頃の動画を見ていただくとわかります。というか、もう今の動画もそうですけど、全然大きいの釣ってませんよね。もう最初の頃なんかもうなんか20センチぐらいのブラックバスを1匹だけ釣って、なんかタイトルだけ大げさになんかトップウォーターでなんか爆釣とかなんかね書いたりして、かなり大げさに書いてますけど、それでも全然いいんですよ。でもう全然釣りとは関係ないね動画もありますし、あと写真をアップするだけのもう言ったらスライドショーですね。それでももう全然問題ないですので、まずはね始めてみる、これがすごい大切なんじゃないかなと思いますね。はい、いかがでしたでしょうか。なんとなく YouTube やってみたいなって思ってきたのではないでしょうか。まあ今回はね、カメラの説明だけで終わってますけども、もしね、本当に初めて何かわからないこととかね、ありましたら、私に質問していただければ、もうすぐにお答えさせていただきますので、どんどんご質問していただければなと思います。それでは、今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。